では続けましょう。続けましては練習の方、メディカメラ、文字情報で練習部分。では、下記の表現から適当なものを選んで下線文入れなさい。一つの単語を2回使用できます。用意大家一个使用两次。で、以下单词我们看到有个特点什么词呢？まちまち、ふらふら、だらだら、じっと、しんみり、せいぜい、むちゃくちゃ。で、自己把解读是我们的so ふくし，我们的副词。当第一个是个滥竽充数的家伙呢，まちまち，它是一个那形容词，まちまちです。那所以ふらふら就是我们的副词，ふらふら、ふらふら可以表示什么呢？A、B、C 三个意思呢？ふらふら，本音表示一个頭がふらふら，足がふらふら，引申表示一个。で、考えが、気持ちが，表示一个想法、心情、犹豫不定。C 表示一个那种稀里糊涂的感觉呢。ふらふら何をしてしまいました。次、だらだら、だらだら、来自我们的たらす、たらす，所以本音是我们的汗、汗、气，这里からよだれ。对，血或者汗这种液体的，哒啦哒啦，往下滴的样子，滴滴答答，哒啦哒啦，引申表示个哒啦哒啦，啰嗦个没完没了，或者是表示一个 C，对，磨蹭个磨磨蹭蹭个没完没了的感觉，哒啦哒啦哒啦，所以偏贬义词。这几都可以表示个一动不动的看，也可以表示几都是一动不动的啊，就在后面写完这么的几都是じっと見る、あるいはじっと座るって動詞。次、しんみりしちゃった。比如这个感动了令人悄然落泪的那种感觉叫しんみり。那次、せいぜい也有 AB 两个用法。 A 是表示我们的尽力而为，せいぜい頑張ってください。更多的是靠 B 的用法，用我们的せいぜいだけ，最多什么而已。所以，むちゃくちゃ也是个片词呢。むちゃくちゃ它也是个形容词呢。むちゃくちゃです。まあ、如果用它来形容我们的动词、形容词的话，所以むちゃくちゃにですね，构成一个副词。好，从我们的词性搭配和意思来判断，选一个注意加选项。では一番、彼女は、と廊下まで歩いて、突然、パターン、パター一声、就摔倒了。倒れたのです。だから脚步蹒跚样子，呼啦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 。次、来月の社員旅行の行き先について意見は？全然まとまらない、无法统一。つまり大家各说各的，这种感觉叫做マチマチ。而且后面有个 day，按什么选一个？做形容动词或名词。だすぎ。で、午後はあまり時間がない。あっても三十分くらいかな。就算有，也是最多三十分钟而已。喜欢我们的程度是低的什么的？说せいぜい。せいぜい三十分くらいかな。最多可以给你30分钟。それでも大丈夫ですか？次。青野さんの話は長くて2時間近くも話した。羨ましいですね。2時間も喋らなんて。それは可以滔滔不絶、2個小時不停。それは、そう、だらだらだらですね。いわゆる、舌先三寸ですね。三寸不烂之舌。哒啦哒啦，竟然可以啰嗦2个多小时。次、私はと感動を与えるような映画を見るのが好き。我喜欢看那种令人悄然落泪、给人小感动的电影，这种感觉叫しんみりですね。まあ、如果你正好也喜欢那种电影，建议大家看一下我们的本文当中提到的《Always 三丘面的游戏》。会让你那种小哭、小笑、小感动的电影呢？
让你看老师之后，心里那种看不了、感慨万种的感觉。自然に笑えてくる、泣けてくるな。自然的想哭、想笑、想感动的这种电影，叫しんみり，一个叫ほのぼのとした作品。では次、彼のように考えがしてる人じゃ多くの仕事を任せられない。这种人忽左忽右，怎能委以重任呢？就像个背影词，才可以吧？说、so，呼啦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 ，这是个犹疑不定的意思呢。次、私もあまりお金がないから、そうそう、我也没钱。まあ、貸せるのはね、就是能借给你5万块。因为有个古来暗示为成都之地，所以需要我们的扶持。そう、せいぜいですね。せいぜい5万円しか貸せないんです。ごめんね。次、せっかくの休日なんだからさ、好不容易が趣味天、うちでしてしまうのはもったいないですよ。在家里耗一天，莫太奈的是哟。在家里耗一天学哪一个呢？马吉马吉，呼啦呼啦，哒啦哒啦，吉多西米里塞塞，木恰库恰，啊，最木啦，哒啦哒啦呢。那这也可以学那么的，咕噜咕噜的是呢。或者学那布拉布拉，都可以。那边是个在家里磨蹭一天，无所事事一天，挺浪费的。確かにね、もったいないですね。ダラダラする、ゴロゴロ、ブラブラ、というのを嘘をすする感じの。次、あの男はこっち見てる。なんとなく気持ち悪い。確かにね、ベティの感じ、気持ち悪い。それは、彼の見る写真だ。じっとですね。すぐ彼が穴が開くほど見ている。それはじっと見る。やっぱり、じろじろ見る。ひろひろ、有点盯着人看，有点歧视的活动呢，这有点过于，甚至有点失礼的程度，所以我贬义词。这あの人の冤罪で冤罪冤枉啊，人生がめちゃくちゃにされた。因为冤枉白做了50年牢，啊啦啦啦，这样めちゃくちゃですね。次。その名曲を聴くと過去のことを思い出して気分が、聞いた連续190让我想起我的1990気分が、そう、しんみりとした。次、気分で今回の事件に対してメディアの反応は良すぎるです。それそうだ。ですですです。そう、まちまちですね。で、每个媒体的反应是不一样的、まちまちです。次、涙をこらえてきましたが、我一直在忍住不哭。ついに我慢できなくて、但终于忍不住了。泣き出してしまった。それはじっと。ギター一直在忍忍，但最终还是泣き出した。哭吧，不是罪ね。泣きなさい、罪じゃない。次、取引先のやり方は本当にめちゃくちゃだ。真是的，这种做法是的，太胡来了。选个贬义词。而且有个で、安全が形容動詞和名詞才可以吧。もうむちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ、ものすごくやりにくかった。次。で、下記の表現から適当なものを選んで、過去に書き入れなさい。必要な場合、形を変えてもいいですよ。読みたいで、便便便便信、但是ご注意ください。ただし、それぞれ1回しか使わない。只能用一次哟。で、首先要看每个词的性、它的词性。
这里看了組み合わせ每个词的搭配。那如果是动词，请看到前面的搭配是わ、が、お、に。喜欢一些人，还是喜欢一些物呢？喜欢时间、地点呢？而如果它是一个副词的话，请注意后半句的搭配是动词、是形容词、是肯定还是否定呢？那最后再看意思呢？さて一番危機に瀕する当然我们的动词 VIVT VI です。だから何が危機に瀕する、面临什么危机当然都比较不好的事情呢。次ほのか什么的仲良しほのかな그什么的光香りあるいは濃い辨别是我们的淡淡的光淡淡的香味引申变成了淡淡的爱情ほのか在头来里我们的动词动词一定要知道是 VI 还是 VT 我们的头来的属于是 VT 系列だから something を头来る在本意是说引申变是一个捕获人心感动人心在引申变是个从某个角度来考虑问题等意思次上回る我が顔に我们的を上回る虽然这点是一个自动词但是喜欢接を表示一个超过的意思次期待を裏切るつまり期待に反する辜負了大家的期待次そっぽ向く本意是我们的 A 不予理睬 B 表示一个無視するという意味動態をそっぽ向かれるつまり無視されたという意味です这单真是我们的副词单真有 A 和 BA 就是一个毅然单真也没得毅然放弃这个单真意显然要好构成一个词语单真 top 遥遥领先这个対策を立てる制定什么什么对策 BT ですねあとはどんちゃん騒ぎ飲酒作乐都是贬义词呢，沙巴金吗？这么巴拉我们的副词，他喜欢接动词，还喜欢接 no 哇啥的呢？对，接动词表示一个专门、主要的，而且 no 哇啥构成一个惯用，表示一个满城风雨，么巴拉 no 哇啥。就到处听到哒哒，这个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 。这哒啦哒啦来自我们的动词塔拉斯，滴滴哒哒哒哒滴滴，引申表示一个啰嗦个没完没了，还有我们的 C 磨蹭个没完没了呢，哒啦哒啦。这気になる表示一个在意，注意请注意 something。が気になる在意什么？那次姿を表す、つまり現れる出现的意思呢？前面用が就可以了呢。那次いかにも我们喜欢的副词喜欢节目的です，又喜欢节目的よです。ね、简直像。よし、では早速1番。テレビの花粉情報によると、今年は杉。で、杉花粉の飛散量が例年をだいぶ。でも、看到例年を、まず選オーバー。お、お捉える違うな。お、まずそうですね。で、ワンオンで超過。大大超过往年だからだいぶ上回るそうです因为前面有によると暗示这そうです是传闻的句型所以请接普通型即可次テレビを見ながら時間をかけて食事する習慣は改めるべきですね
边看电视边吃饭，一吃就是好几个小时，这么叫哒啦哒啦哒啦哒，是这么磨磨蹭蹭的，哒啦哒啦。まあ、確かに良くないですね。では次。中国で実施されたアンケート調査によると、根据その調査、中国では日本が生活の国だと思われていることが分かった。もちろん日本がずっと生活の国ですね。世界はずっと、つまり断然。で、很多中国人对日本の第一印象就是一个生活きれい。確かにきれいなところです。で、你也许会讨厌日本人、但你不会讨厌日本这个地方的。那次、住宅街を散歩してると、金木犀の香りが、怎么会有一股桂花的香味呢？まあ、金木犀像那个国人的桂花的感觉呢。まあ、总之选一个哒哒哒哒哒，你你你，看那个香味像什么的？そう、ほのかですね。ほのか、ほのかどこですか？ほのか。だからほのかに金木犀の香りが漂ってきた。漂う、わかります？さあ、飘、可以表示一个顺顺飘的，顺着空气飘，还比较洋溢的某种感觉之类为，顺着空气飘了一股桂花香。もう秋ですね。次、彼らは飲むとになり、ご近所の顰蹙買っている。引起周围邻居的不爽。那我们知道东施效颦，就是东施模仿西施做什么动作呢？那就是啊，颦出去是一个皱眉的，是呢。那么西施皱眉很漂亮，很可爱，但是东施一皱眉的话，更是丑上加丑呢，是叫东施效颦。所以颦蹙会表示皱眉的意思，引申表示惹人不爽。所以选个贬义词才可以吧？而且这个你哪里暗示为名词或形容词才可以吧？说。东腔骚给你哪里？那有点像国内的那个花腔喝酒的感觉呢。他是感觉我都在意的是呢。那次，話の要点を正確に、他の人にも分かりやすく伝える練習をしましょう。それは難しいですね。で、抓住别人讲话的要点，然后再告诉别人。まあ、それはちょっと難しいです。だから訓練が必要です。で、因为什么呢？話の要点を、所以选一个 VT。正解は VT。トライ。但トライ不喜欢接逗号，所以变成什么的？泰形或吗？是形，つまり。トライ、あるいは。トライで。では次。で、新知事は就任早々次々と公約を破棄し、ダメですね。市民の、まあ、所以選別詞、市民の、貧縮方、市民の、そう、期待を裏切る、是要毁誉、要辜負大家期待。但这里看意思、就任早々、感觉已经毁誉了、所以選一个过去式。だから期待を、裏切りました。裏切った。それが過去式な。裏切った。那次、ブラックバスなどの外来種が生態系に影響を及ぼし、で、在来種が絶滅の、で、ブラックバス、回去可以百度一下、叫一个黑鲈鱼的坏家伙呢。这个大概身长是50厘米，就是这么长了。那本来是 Made in USA，是来自美国，后来到日本之后专门吃日本鱼啊，
几乎把日本鱼给吃光了啊，所以日本鱼が絶滅の危機に瀕しているね。ブラックバス。ブラックバス。可以回去摆的黑鲈鱼。那次给。地球温暖化問題を解決するためには個人個人が、そうですね、必須每個人出谋划策。だから、対策を立て、因為在句中所以改成推行，そう、対策を立てて。では次。で、皇族問題が続いていたその老舗。で、次男が後を継ぐことになったと、もっぱらの噂です。もっぱらの噂。表示が、のような満城風雨、どうぞ、つまり、つまり。次、この子は「こんにちは」と声をかけると何が気に入らないのか。しまった。这是谁对谁说こんにちは呢？我对他说こんにちは，没想到对方却理也不理。切，这会话。そう。そぽむく。で、むく是动词变成泰形。で、そぽむいてしまった。そぼ向いてしまった。竟然不理我、小样。次、美しい小姓姿の根市川染五郎が舞台中央で優雅に舞い始めると、根市川是一个日本的歌舞伎，是一个日本的歌舞伎演员出身呢，后来也出演了一些电视剧。和一些电影，但大家可能对这个还有印象，你声音有点可能。但2004年有个和木村一起合作的《Pride》，大概翻译成国语叫"骄傲"之类的呢，《Pride》也用了冰上爱情之类的。那里面就有这个伊奇卡瓦什么过了，回去看一下。对，が中央で優雅に舞い始めると、観客席から大きな火災が起こった。就像一个小帅哥登场的话，用我们的哒哒哒。これなんか違うよ。用我们的そう、姿を現しですね。だから姿を表し、あるいは姿を表して。で、次、あのタイ料理屋はタイにいる感じる、とても評判がいいです。让人感觉仿佛置身于泰国。だから仿佛好像。这可以吧？强调我们的。简直像是搞笑，你妈你妈的是呢，对，布拉克巴斯马达基的啊，だから、いかにもタイにいる感じ。では次、で、ちょっと。ところがあるから、トイレで彼女はもう一度原稿を読み直した。为什么要重读一遍呢？因为有些地方让我放不下，放不下就什么一七二三四。ちょっとあった。そう、気になる。そう、ちょっと。
気になるところがあるからと言って、彼女はもう一度原稿を読み直した。いいですか？で、总之、我们学单词要记住每个单词的。で、词性。で、それから、組み合わせ、あたら搭配。最後的基本的意思呢？Block bus， 嘛，就它的嘛，伸长是吧？大概是50cm嘛，所以大概是这么长。嗯，回去百度一下好了。嗯嗯，よし、では練習は以上です。では。